壊れたおもちゃのようにペットを捨てる人が増えています。小さくても大切な命。公共広告機構です。僕が人の目になった時、街が見えてきた。人が見えてきた。いろんな人が見えてきた。優しさが見えてきた。人の優しさが見えてきた。優しいから人間。山野さんは日本で初めての機能医者さん。いろいろに触れてみるっていうことでしょうね。愛情も湧いてきますし、枯れかかっとったやつがこんなになったってこう言うとやっぱり嬉しいもんでさ。身近な花や木と仲良くしてますか？自然へ優しい思いやりを。公共広告機構です。誰が捨てたか、無責任な感がセンターへ出ました。転がりました。あ、サンダルがキック、黒靴が応酬、スニーカーが今ゆっくりとロングシュート決まりました。道理が応酬、スニーカーキック、ドリブルシュート、みんな責任のなすり合いをしております。無責任なシュート、無責任な、無責任な、なんとこんなこといいのでしょうか、いいのでしょうか。あなたの手でナイスシュートお願いします。